さん、トヨタの株が下がってるらしいですよ。<laughs> まあこれはね社長が交代されたっていうところが結構大きな理由なんじゃないかなと思います。多分今年だったかな社長交代っつってその社長交代のこれ面白いんですけど社長交代の記者会見が終わってカメラが切れてなかったみたいな動画が結構再生されてそのなんかねあの真っ黒なんですけど音声だけがその <laughs>。 アップされていていな,なんだっけなそのあそこは笑顔だったよかったよみたいな,なんか「トヨタ社長会見収録後」なんかね誰かがアップしてたんですよ何のタイトルだったかなちょっとトヨタ収録会見うん えー、収録後、切れてないあ、えー。忘れる。な、なんかね、あったんですよ。まあ、消されちゃったかな。うん。そう。そのカメラ、回ってないところで、みたいな。どんな話されてたのみたいな。どんなこと言われてたのみたいなね。<laughs> そうまあまあトヨタはね、まあ、社長交代しただから社長交代もいろいろ株価も下がってる部分はあるかもしれないですけどもまあだからその方針ですよねいつまでもそのまあ多分会見でも言ってたと思うんですけどやっぱその新しい風を吹くためには新しい価値観というかまあ、そういうのを取り入れないとまあ変わっていかないからねいつまでもあの古い人が。 ののはどううなのかっていいところでだたいその古い企業ってそのなんか居座るじゃないですかうその俺が企業俺が作った会社みたいな手放したくないみたいななんかそういうのあるじゃないですかだからトヨタってそこが結構ねパサパサその決断意思決定がすげえ早いというかうんだから今後多分まあ今トヨタが逆に言うとトヨタの株が下がってる部分もあるんで今が買いかもしれないですね まあ今後トヨタがどうなるか分かんない。あまああとは EV 化ですよね。EV 化することによってトヨタの,その働いてる人たちがどんどん切られていくし、そのどうなんだっていう意見もね、まあ、それも大きいと思いますけども、ただ、まあ、今後トヨタの10年後、20年後っていうのは見ものなんじゃないかなと。な何が見ものなのかっていうと、まあ、どうかか変わっていくのかっていうところですよねうん。でも変わり続けあの 変わり続けられる企業こそがまあ人間もそうなんですけどもやっぱ変わらなかったら時代に取り残されていきますからねいや電子マネーなんか使えませんみたいな現金派ですってじゃあね日本が全部中国とか海外とかもうだいぶ電子マネーが進んでますけども、うん そもそもその現金使えなくなったらどうすんのっていうね <laughs> 話だったりとかまあそれは日本は遅れてるのでまあ当分先の話ですし全部が電子マネーになるとは限らないと思いますけどただ時代はどんどん変わってますのでまあ AI も登場していろいろと変わりますねなんか変わっていかないとやめですねでも変わっていかないといけない部分もあれば変わらない変わらない方がいい部分もあるし、まあ、これは難しいんですけどね 変えるべきものと変えない、変えるべきものと変えちゃいけないものっていうのがあって、この二つの見極めっていうのが非常に大事かなと思います。変えちゃいけないものって何かっていうと、まあ、久保さんがボロって言いましたけど、思いなんじゃないかなっていう、そこの会社、まあ、トヨタで言うならば、そこの会社で働く人たちの思いだったりとか、あの、その、なんだ、社長の思いっていうのが変わってしまったら、 多分大きく変わっちゃうでしょうねそこは。だからそこはまあ変えない方がいいし、ただ時代に応じて変えるべきところは変えるしっていうところで。<laughs> うん。まあここが難しいですね。いってらっしゃい。